カレッジ駅はカナダのオンタリオ州トロントにあるトロント市地下鉄の駅である。ヤング通りの真下、カレッジ及びカールトン通りとの交差点に位置しており、校内では Wi-Fi が使用可能である。同駅は1954年にトロント発の地下鉄のヤング線の開通と同時に開業した。交差点の北東、南東には直結の出口があるのに加え、南西に立つビルとも連結している。 地下1階に改札口があり地下2階がホーム階という構造になっているが南西のビル内のものを除いてエレベーターは設置されていない。ヤングユニバーシティ線の線路はカレッジ駅北ではヤング通りの東側を並行するように走っておりカレッジ駅以南の区間はキング駅までヤング通りの真下を通っているカレッジ駅のプラットフォームにはホッケーナイトインカナダをもじって名付けられた ホッケーナイツインカナダという壁画が展示されている。ボーンメトロポリタンセンター方面行きホームには、トロントメープルリーフスの選手、クインチ方面行きホームには、長年のライバルチームであるモントリオールカナディアンズの選手が、それぞれ9人ずつ描かれており、線路を挟んで相対している。この壁画は、メープルリーフスがまだカレッジ駅近くのメープルリーフ、 ガーデンズを本拠地としていた1984年にチャールズ・パクターによって制作された。当時メイプルリーフスのオーナーであったハロルド・バラードがカナディアンズも壁画に描かれることに反対したため特定の選手の表彰ではなくまたロゴやユニフォームに関しても実際のものとは異なった描かれ方をしている。2011年2月にカレッジ駅での折り返しを可能とするための 両渡り線が駅の南側に設置され、工事が行われる2日の間は、ヤングユニバーシティ線において、プロア駅からユニオン駅にかけての区間が運休となった。開業時から1980年代半ばにかけての時期にも、同じ位置に両渡り線が存在していたが、使われることが少なく、メンテナンスコスト削減のため撤去されていた。また2025年までに全駅において、 バリアフリー化を完了させるというトロント交通局の方針の下、当駅においても新たな出口とともに、コンコースとそれぞれのホームをつなぐエレベーターを2機設置する計画が進められている。地上では97バイト、306、320のバスの3系統に加えて、カレッジ及びカールトン通りを走るトロント市電506号線に乗り換えができる。 トロントトランジットコミッションサブウェイライダーシップ2018トロント交通局一本の通りがヤング通りを境に分かれており西がカレッジ東がカールトンと呼ばれている They are リー now free wifi at over 40TTC サブウェイステーションズブログト、2020年6月29日閲覧 TTC カレッジステーショントロント交通局 2020年6月29日閲覧。カレッジステーションイージアーアクセスプログラム。トロント交通教区。2020年6月29日閲覧。メイプルリーフス、フロムホッケーナイツイン、カナダツーレジェンズロー。トロントスター。2020年6月29日閲覧。ホワイザヨンゲサブウェイ,イズクロージングアゲイン。トロントスター。2020年6月29日閲覧。 エ h i s t o オブザオリジナル r i g i n a l 4A s u b w a トロントコンテントトランジテラントサ二千二十年六月二十九日閲覧 https://www.ttc.sa スラッシュ pdf スラッシュトランジットエクスパンション pdfs ウェルズリーディスプレイボーズディセンバー二千十七 pdf ウェルズリーステーションセカンドイングジッツ エントランセーズイージアーアクセスコンストラクションアップデートディセンバー2017トロント交通教区2020年6月29日閲覧カレッジステーションイージアーアクセスプログラムトロント交通教区2020年6月29日閲覧ありがとうございます